阪神、ノイジーとミエセスが自由契約、NPB が公示。日本野球機構、NPB は24日、阪神のシェルドン、ノイジー、ヨハン、ミエセス両外野手を自由契約選手として公示した。共に強打の助っ人として期待されたが、今季は2人でわずか1本塁打に終わった。ノイジーは2023年から阪神に所属。1年目の昨季は133試合に出場し、打率240、9本塁打56打点だったが、オリックスとの日本シリーズでは山本由伸投手、ゲンドジャース、宮城大弥投手から本塁打を放つなど、38年ぶり日本一に貢献した。2年目の今季は49試合に出場して打率2割3分1厘、1本塁打、8打点、6月28日に出場選手登録を抹消され、そのまま2軍でシーズンを終えた。同じく2年目のミエセスも明るいキャラクターで人気を博したが、1軍出場はわずか14試合、打率1割1分1厘、0本塁打0打点に終わっていた。ノイジーに関してはこの先語り継がれるであろう日本シリーズのあの一撃という、素晴らしい貢献してくれましたよね。あの場面、監督、コーチ、チームメイト、トラファン、オリファン、日本国中、誰もホームラン打つと思ってなかった中での一撃でしたよね。ミエセスは多分神宮だったと思うけど、雨の中のベースランニングが最大の見せ場でしたね。2年間お疲れ様でした。悔いなき野球人生を歩まれることを願ってます。ノイジーは日本シリーズ最終戦のスリーランは確かに語り継がれるな。あとはあんまり印象ないねんな。ノイジーのスイングの軌道や手首がいかにも柔軟性に欠ける様子を見てたら、どうにも打てるようになる予感はなかった。日本シリーズであのホームランを打つために日本にやってきたような感じ。ミエセスは今季はキャンプで体調不良だったか故障だったかで調整が遅れたということだったと思う。順調にシーズンに入っていたらクリーンナップが揃って撃沈していたし、出場機会も増えてひょっとしたら結果を出していたかもしれない。ノイジーは日本シリーズでの一発、ミエセスはビールカフェの時に岡田監督にたしなめられたをよく覚えている。2人とも記憶に残る場面を作ってくれたけど、温情で残してくれた部分もある。特にミエセスは、今度取る外国人は成績をきちんと残してほしい。ノイジーはとにかくミエセスには未完の大器というか、日本野球に慣れてフィルダーみたいになる感じとちょっと期待していたけど未完のままでした。人柄は良さそうだが、それだけではベンチウォーマーだしね。お疲れ様でした。憎めないキャラだから温かく見てました。ノイジーとミエセスは2軍でフリーバッティングのゲージの手前で言い争いの喧嘩してたのを見たのが最後だった。わら芸人は知らんけど、あれから帰国までに仲直りしたのだろうか。助っ人外国人ってファースト守備は標準装備みたいなところがあるのに、2人揃って外野しかできんのが痛かったな。ショートはともかく、セカンドはずっと穴だったし、サード、ファーストも一時的には穴だったから内野守備のオプションもあればその時には割り込めてたかもしれんよね。残念だけど成績を見ると仕方がないね。今季はみえちゃんも負けてくれることを期待したがダメだったね。でもノイジーは昨年優勝の立役者だったことにはトラファンとしては非常に感謝してます。ノイジーもみえちゃんもお疲れ様でした。2人が活躍してたら前川は出てきてないと思うし、井上や野口へのチャンスもなかった。ノイジーに関しては日本シリーズの活躍は感謝してる。ノイジー選手は今年のヤクルト初戦で華々しくアーチをかけ、今年はやるなと思ったんですが、ミエセス選手も成長が見られなくて残念です。何回か2軍の試合を見に行ったが、8月9月のノイジー、ミエセスは練習の時からまるっきりダラダラしてた。その頃から今年限りを通告されてたのかも。ノイジーには夢を叶えてもらえたから感謝しかない。ミエセスもベンチの盛り上げ役として頑張った。助っ人の役目ではないと思うがわら。今更って感じですね。もうとっくに帰国してるけど。そろそろマートン、ブラゼルみたいな助っ人来てくれてもいいんやけどな。来シーズンはバースの再来がやってくることを願っています。今年のミエセスはインスタライブでしか話題になってなかったな。ノイジーは肩だけ、ミエセスはキャラだけ。ミエセス、そんなの関係ねえだけで残留したイメージ W。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。